グワカルオ、すぐはカルオのお暇なら映画でも。洋画を見るならやっぱり聖書は知っておいた方がいいでしょう。シリーズ第23回、遺作シリーズ2回目ということで、行きましょうか。ペリシテ人の恨みを買った遺作がいましたね。このペリシテ人たち、イサクの父のアブラハムが掘った井戸というものをもうことごとく塞いで土で埋めてしまいました。パン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 と、こんなもんこんなもんと言って埋めていたんですね。で、イサクに対して、お前なんか出ていけーと、出てけ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 というふうにイサクはずっと言われていたんですね。まあ仕方ないんで、イサクはですね、まあイサクとリベカはちょっと離れた谷に住むことにしました。で、その谷にも井戸はあったんですけど、これも埋められていました。ここの井戸も埋められてるわと、どうすっかと。とりあえずまあ、今ペリシテ人たちいないし、ちょっとこれ元に戻そうって言って、まあ、掘り返して元通り井戸が使えるようにしたんですね。で、さらにですね、まあ、水量のたくさんある井戸も掘り当てて、ああよしよしと、これでまあじゃあここで住もうかというふうになったんですけど、そこにペリシテ人たちが、はっと、イサクがいたぞー、みんなイサクがいたぞー、うわーと来てですね、帰れ帰れとやったわけですね。この井戸は我々のものだ、この土地は我々の土地だ、出て行けというふうに言っていたんですね。まあイサクもですね、何をと、これは私が今見つけた井戸だと言ったんですけど、ペリシテ人たちは、いやいやいや、何を言っている、これは我々のものだ、我々の土地だ、お前よそ者は出て行けと、なんだこの野郎と、何この野郎、何この野郎、なっちゃーん、ちゃ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 というふうになって、争いとなってしまいました。ということで、この井戸は争いという意味のエサクという名前に名付けられました。井戸に名前付けてる場合じゃねえだろうという気はしますけどね。イサクたちはですね、また別の場所でも井戸を見つけたんですけど、そこでもペリシテ人たちと争うことになりました。で、この井戸のことは敵意という意味の死とナという名前を付けました。な、とにかく井戸に名前を付けたいというね、イサクくんですね。で、イサクはまたもうしょうがないから、もう分かったよと、もうちょっともっと遠くに行こうということで場所を移動して、で、ここでもまた井戸を見つけました。この井戸はですね、なんと争いの種にはなりませんでした。よしよし、あいつら来ないぞと、ああよかったよかった、ここに住もうと、ここにとりあえずテントを建てて、しばらくここで滞在しましょうということで、この井戸はですね、広い場所という意味の、広い場所ね、広大な土地っていう意味、広い場所という意味のレホボトというふうに名付けました。この井戸は主が我々にお与えになったのだというふうにイサクは言いました。まあしばらくしてですね、イサク一行はそこからさらに移動してベールシェバというところに行きました。で、そこでですね、主の声を聞きました。私はあなたの父アブラハムの神であるというふうに主は言いました。あ、はいと、知ってますけどみたいな感じになりますけど、まあ主の声を聞いたので、イサクはそこに祭壇を作ってまた井戸を掘りました。で、まあベールシェバで、しばらくイサクたちは暮らしていたわけですけれども、そこにですね、ペリシテ人の王のアビメレクがやってきました。おお、イサクと、ここにいたのかと、探したぞよということですね。で、時にイサクさんよと、私はあなたが神の祝福を受けている偉大な人だということが、分かりましたと、もう先に言ってくれればよかったのにぐらいな感じですね。だから、お互いこのままじゃお互い、争い事が絶えない、非常に悲しい間柄になってしまうんで、お互いもう争いはしないよという契約を立てましょうということになったわけですね。もちろんそうしましょうと、私だって争いたくはないんです、ただ神様が私にこの土地へくれるって言っ
ったんで、まあなんだかうまくことが運んでこの辺の土地を僕はいっぱいもらってるということになっちゃってんですよね。えへへみたいな。いやー本当ですね、そのようですと。私もなぜかあなたに土地をあげたくなってしまうんですよみたいなね。でしょ、それ神様ですからみたいなそんな感じで、契約を結ぶことになりました。でここでも井戸が掘られてですね、誓いという意味の渋和というふうに名付けられました。でこの辺の場所のことを誓いの井戸という意味のベールシェバというふうに名付けましたということになります。でこの頃ですね、なんと長男のエサウさんはですね、もうすっかり成人して妻をめとっていました。エサウの妻はヘト人の、ユディとバセマトというね、なんと二人も妻を持っていたんですね。エサウは二人も妻を、はあ、こうできますね。二人いるんで、普通はこうですけど二人いるんでこうできますね。でこのユディとバセマトという二人のエサウの妻はですね、イサクとリベカにとって非常に悩みの種という風になっていくわけですけど、それはまた別の話ということで、今回はちょっと短いですけどここまでです。次回は騙し合うイサクの家族たちのお話ということになります。非常にドロドロしてきます。なんだか昼メロのような、骨肉の争いというかねそんな感じになってくるわけです、これから。まあヤコブはヤコブでね、兄ちゃんと怪しい契約を交わしたりもしているし、いろいろと家族間でドロドロとしてくるというお話が次回ということになります。ということで皆さん、また次回の動画もよろしくお願いします。チャンネル登録とかしてね。チャン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 、ドロドロしていくぞ。